冬休み何したいの？するの？何が一番楽しみ？クリスマス会。クリスマス会。そんなの？3日連続でクリスマス会。うん、そうだ。明日はエナがケーキ作るんでしょ？うん。手作りするみたいだから。じゃあピンクリファイ買いたいんだ。明日が一番楽しみでしょ？うん、そうでしょ。醤油。あんまりかかんない醤油。短命犬なんだからね。短命犬の原因は塩分の取りすぎだ。スキーとかもやんの？うん。どうなの？滑れんの？スキー場で。あの前は何だっけ、子供のゲレンデみたいなとこでやってたけど、あんなもん急だったらね、めっちゃ緩やかだったら滑れるかもしれないけど、転びながらね。レミ、根気？うん、超緩やか。今だけ最初突っ込んでた。怖いよ。でも本当にママも久しぶりに滑ったけど、でもみんな途中で慣れて、ママより全然滑れる、うん、そうだね。八甲田とか行ったことある？八甲田とか乗った。去年の年末は父の家に行ったんだよね、確か。舞ちゃんと。のんびりすごい。うん。一番のんびりできない、ね。うん、家だね、確かに。気を使わないです。まあ、テレビとか見れねえもん。家に。ああ、あれ。なんだっけ。笑っちゃダメ。いけない。笑ってはいけない。笑ってはいけない。今年なんだっけ、笑ってはいけない。アメリカンなんだかだっけ。アメリカンド。あの上にあるのは何ですか？トナカイ。なんでしょ、トナカイそこにあってんの？こっちは誰描いたのこれ？レミ？レミ描いたの？だってほら、レミって書いてあるじゃん。うん、なんで貼ってんの？トナカイとあの、うん、クリスマス会の雰囲気を盛り上げればいいなの？っていう、そういうことでしょ。で貼ったの？でもここにあれプログラム貼ってる。あ、そんなの。あ、そうか、プログラム作ってたもんね。プログラム何番目なの？だいたい13番。そんなにあるの？楽しみだね、だったらね。もう前から楽しみだったもんね。うん、まあ、レミは他にも楽しみがあるでしょ。うん、何？何言おうの、私には強いですよ、ね。ちなみに来年からほら、夏休みとか冬休みとかあるからね。普通、辛抱とか来るから。通信簿どうだったの？え？どうしたの？前のは A ばっかりでしょ。 C はないでしょ、多分。ない。 A と B でしょ、多分。そのぐらいじゃない、まあ、A と B と違うが多いかって言ったら A の方が多い。 B の方が多い。正直にしゃべる。このヨーグルト美味しい。テレビはどうなんだべね。そっちと一緒だよ。犬の顔見れなかったわ。通信表自己欠っていう。自己欠席っていう。あ、え？自己。いや、だからあの仕様みたいな感じの欠席と。それ自己欠って言うんだ。うん。8個果実持って書いてるけど。うん、あの東京に行った時は、うん、今の時代はあのどうやらあれだ、学校休んで旅行に行く時代だから。海外旅行。前の上司が言ってた。今誰の見てんの？レミの。あ、まあ問題ない感じで、いいんじゃない。だってよ、レミ、よかったね。まあこのもう少しってとこ、あの、うん、頑張ればいい。そう、レミ同じだ。レミと。ここからになって。はい、あ、これもう丸バツ、あ、まあ丸バツじゃねえな。ABC でしょ。いや、ABC じゃなくて、学習の様子ってとこが、うん、よくできたもう少しってある。でももう少しが一個もね。あ、でもここにももう少しが出る。健康に気をつけてっていう。あれ、エナ休んだっけ？健康病欠4だって。え、そんなに休んだっけ？レミで上がったのよ、病欠4。夏休み終わってから休んだっけ？あ、休んだんだべね。風邪さん体調不良一。うん、あったね。そういえばえな、あれだもん、風邪とか引きやすいからね。まあ、全然そこまで。うん、そうそうそう。もう少し見る。
よくできた、できたもう少しの項目の他に、あ、これがあるんだ。あ、A から C もダメだね、これ。全部 C 音ない。さすが音楽。ね、音楽部すごいよね、音楽部はね。A でしかも全部よくできただよ、項目。素晴らしいよ。まあ、でも病欠4あったのか。うん、結構休むよね。もう次、じゃあ来年は皆勤賞を目指して頑張ってね。皆勤賞じゃない人もいるよ、別に。皆勤賞の意味がないんですよ。皆勤賞で何か表彰されるわけじゃないで、去年、ネーミング皆勤賞だったけどね。うん。休み終わったら三学期、ね。うん。三学期進めだから。三学期終われば、えなもあの先輩になるんだよ。ああ、そうだよ。一番の先輩になるじゃん。じゃあ、ちなのことよろしくね、な。ちなさん、ちな小学校だから、ね、うん、もうちょっとで。で、なんか、何よ。あの、3年生にレミがいて、あの、6年生にエナがいるんだよ。わかる。うん。わかる。じゃあ、小学校って何年生まであるの？6。小学校が一番長いんだよ。中学校が3年、高校が3年。小学校あればだからあっという間に、うん、そうそう、あっという間。今までも高校の頃が一番楽しかったかも。今も。高校が一番つまんなかったから。高校が一番楽しかったな。もう進学校に入ってしまったんで、マジになって。それに入るべきじゃない。まあいい大学に入るためのあれだったけど、パパはそういうのなかったから。マジになって入ったんだよ。だから。で、勉強がね、すんげえ難しいんだよ。だから学校はまあどこでもいいよ。一番近いところいいんじゃない。まあそれが一番だよね。近い学校、新学校入れば後で投げ見るわ、ね、うん、まあ医者とかに なりたいんだったらまだ大学とか行かないとダメだけど、広大とか大学院はない、うん、まあ、まだ進路決まってないし、将来何になりたいとかまだないし。いや、エナはあるよね、でも将来なりたいものね。保育園の先生。ちゃん保育園の先生。やっぱ保育園の保育士。ママもちっちゃい頃そうだった、保育園の先生だった。保育園の先生になったんだね。やなりたかった。看護婦から変わったんだ。だからね、なんかピアノが欲しいとかってね、言ってるよね。ピアノ習いたいとかって。レミは？レミアイドル。超夢の夢の夢だね。なんでいきなり誰かがアイドルになればいいんじゃねえとか。アイドルって何かわかる？レミ。え、なんかあの、なんだっけ、AKB。 AKB に入りたい。AKB。 いや、じゃあダンス習わないとダメだ。いや、ダンス、AKB、歌も上手。オーディション受ける前にいろいろ習い事しなきゃいけないんだよ。そうだよ、大変なんだよ。お前誰かに言われたのか、アイドルになればって。それとも、いや、自分でなりたいと思ったんじゃない、あの歌とかの。そのアイドルっていう言葉誰から教えてもらったし。いや、自分でテレビとか見れば、うん、いいんじゃない。まあ夢があっていいじゃん。初めて聞いたわ。夢があっていいじゃん。でもいきなりアイドルって言ったからびっくりした。今までアイドルなんて言ったことねえだろ。ないね。看護師さんとかだったよね。いや、だからアイドルっていう言葉を出したことかな。ない。じゃあ、ちなは。警察官。そうだ、この前言ってた、ちな、警察官になりたいって。アイスクリーム屋さんとかってこの間喋ってたでしょ。そう、この前言ってたんだ、そういえば。警察官なんで警察官なの？突然、まあまあ。ちな警察官になりたいって言ってたんだ。かっこいいから、うん、何の影響ですか、ね、いや、ほらママみたいな人に文句つけられるよ。警察官になれば、あの、うん、ママにママに切れられますよ。すごいね、なんか楽しみになってきた、将来が、みんなの将来が。あ、でも警察官の顔してるよ。ちな、警察ってどういう仕事するか分かる？うん。どういう仕事するの？逮捕とかする。逮捕する。逮捕とかする。逮捕したり。それだけ考えてちゃいけないからね。うん。えな、保育士って言ってたけど、保育士もは大変だよ。あれ、ストレスがあるらしいから、うん、本当に好きじゃないかでいいね、あの時は。で、一番ハードル高いのは、あの、レミのアイドル。うん。
まあ今はあの 夢みたいなことだ、うん、目標つうか夢みたいなもんだって。夢があるから、夢があるだけで十分だよ。夢があるだけ、うん、あ、いい夢だよ。あ、いや、夢って言っちゃいけないな。目標にやっぱりちな、なんで警察になりたいの？かっこいいからでしょ。なんで急にそうなったの？なんかテレビがなんか見たのか。うん、で、女のテレビじゃない。なんなの？ドラマ。ドラマ、何のドラマだよ。ドラマあったっけ、警察のドラマ。女の警察出てくるドラマってある？何のドラマあったっけ。あった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 。ドラマの影響も受けてんじゃねえの。強くなりたいの、そしてねえ。警察ってなんか強いイメージじゃん。うん、そういう感じなの。あるよ。うん、そういうドラマなんてあったっけ、警察系の。あったじゃん。あったじゃん。何、なんていうドラマ。ヒートじゃっけ。違う。あ、それ違うな。韓国の姫様。韓国の姫様。ああ、そっか。うん、何そのビビり方。ババカよ。69番。それは女。そうそうそう、あった、強かったね。願います。ああ、それを見て警察になりたいの。かっせー。まあ冬休み中にじゃあレッスンしてたの。そうだ、リミアでダンスレッスンするか。ダンスレッスンして遊んでばっかりいられなくなってきた。レミエナはピアノレッスン。ピアノね。冬休み中ピアノで、キティちゃん、うん、キティちゃんのピアノ、ね、あれ違うんだよな。シナをたまに使うけど、うん、使ってもいいの、あれ使っちゃうの。たまにいいじゃん。じゃあシナは何のレッスンしよう。警察のレッスン。警察のレッスンって何？逮捕するレッスン。逮捕するレッスン。逮捕するレッスン。パパは犯人に。ああ、そうだ。パパを今度じゃあ犯人にして、ちなが警察官やって。警察官を起こせればいいんじゃない？パパを泥棒。お前が警察というものをどれぐらい知ってるか、試すってこと。そうだ。ね、警察官を起こやないんじゃない？で、逃さないようにパパを。いいんじゃない？シミュレーションにもなるし。で、エナは、ね、ホボさんを起こって。ピアノレッスン。いや、ポポさん怒ってるから、みんな、生徒じゃねえ。前やなかったでもね。じゃあこの、レミはね、この、ね、この4人が。あ、4人の前で踊るってこと？4人がお客さんになって。うん、だから1人で踊るってこと。はい、いいよ。あ、いいじゃん。あ、アイドルの、アイドルの。はい、1人で。で、ママたちがお客さんで、ってやればいいの。ちゃんといろいろやんなきゃいけないんだよ。で、レミが踊るんだよ。歌も考えておかないとね。そうだ、ね、歌1曲だけじゃダメだからね。何曲もないと続かないから、うん、トークだけじゃちょっとね、やっぱお客さん飽きちゃう。いいね、アイドルごっこに。あ、じゃあ冬休みこれ決まったじゃん。保護さんごっこに、警察官ごっこ、うん、やること3つ決まったよ。、うん、いいんじゃないの。それは将来のためにもなるしさ、うん、すごいいいことだ。ママは夢なんだったの？うん、ママはエナと同じ、ほぼさんだった。パパは夢なんだったの？パパはプロ野球選手。プロ野球選手って何？プロ野球って何？パパは実は高校の時野球部に入ったんだよ。うん、修学校陸上部だったり。それがどうした？じゃあ冬休み、ね、まあそれやるのはまあ年越してからじゃん。クリスマスで、まあちょっと今日は忙しいから、うん、とりあえずクリスマスを楽しめばいいよ、今日ね、したことが来るから。クリスマス、はい、まあ、今日はそうでいいんだよ。うちはそこでこうやって教える。ちな、警察官になるんだよって。うん、今日喋ればいい。レミ、アイドルになるんだよとか、うん、な、保育士になるんだよとか。今のところはね、まだ変わるかもしれない。全然違う仕事してたりして。鎌倉も作るし。鎌倉作るの？鎌倉作るんじゃねえの。作るの。オラフは？オラフも作るよ。パパから作ってもらって。ママ作れない。鎌倉でもう正解だ。好
月にもいるし、はい、はい、餅も食べて、そしてクリスマスの次の日は体重測、身体測定があると。ああ、まあいいんじゃない、身長がいいの、まあ、体重はどうでもいいじゃん、増えてんだから3日連続で来るんだから。よし、じゃああれだね、買い物に行くか。もう行くの？うん、もう行くよ、行く、うん、行くよ。プレゼント買わないと、プレゼントとかちさ子とかに買ってないの。まあ、じゃあ買い物行ってきますか。まだ行かない、ケータメだけど。あ、ケンタッキー取りにね。ケンタッキー取りに予約してる、うん、4時半にまだ行かなきゃいけない、うん、行きましょうか。レッツゴー、解散。はい、はい、準備しよう、冬休みから。えい、構成するぞ、構成韓国のドラマね、やるもんね。構成するぞ、構成5人でやるんだって、こうやってね。はい、なに、はい、構成するぞ、私は警察官になるぞ、構成